ガオ浜田山虎の子不動産です。ありとあらゆる不動産のことを YouTube する YouTube 不動産屋虎の子です。えー、外苑通りの旧日照居合ビルから六本木通りに抜ける道沿いにありますね。オフィスビルや飲食店のテナントがひしめき合い、 ま、人通りが絶えない土地ですね。そんな都心の一等地に、なぜか駐車場があります。えー、道路に面した東側以外3歩オフィスビールに囲まれていまして、その四角い土地の面積は約37、378平米、114坪ですね。実際に行ってみると結構広いホテル用地には最適です。お先に失礼します。